スです。今私は、山中湖の、マリオットホテルに、来ております。山の湖は寒いですね。まあ、今回はこのゴールデンウィークに宿泊させていただいてるんですけども、ポイントでね、宿泊ということで2泊、させていただきます。で、前回の、函館の動画を見ていただければ分かると思うんですけども、今回からね、私はマリオットプラチナとなりましたので、朝食とね、ランチの方をね、利用できるということで行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。無事チェックインすることができました。今回は317ということで、こっちですね、お部屋となります。カードキーを挿してね、電気が続くという形になっております。でですね、ちょっと訳ありまして、昨日からね、滞在しているんですけども、今この状況は、2日目のベッドメイクをしてもらった後ということでなっております。ちょっとね、昨日バタバタチェックインしてですね、部屋の方に入ってしまったので、その際はちょっと動画撮れなかったんですけども、部屋はね、こんな感じとなっております。で、今回ね、プラチナ会員ということで、こういう紙がね、来ております。朝食、カクテルタイム、フードディスカウント、あとレジのチェックアウト。残念ながら今回こちらは、12時までの利用、あとラウンジはね、5時から利用できるということで、基本的にラウンジはこの時間だけの利用ということになっております。で、部屋の広さなんですけども、前回ね、プレミアムルームっていう、温泉付きのね、部屋に入ったんですけども、そこより1個クラスは下なんですけど、部屋の広さというのはこっちの方が広いですね。温泉があることによってなのかちょっとプレミアムルームの方が狭い印象ですかね。今そこで寝ておりますけども、ベビーベッドもあります。部屋はこんな感じですかね。で、今日実は残にあいにくの雨ということで、でこちらがバスルームですね。アメニティはこんな感じと、石鹸とこんな感じですね。なっちゃいます。まあ、タブレットですね。で、こちら。バスルームですね。無料のやつですね。あと冷蔵庫、中は空でしたね。一応外の風景も見ましょうか。
ます。残念ながらね、この部屋から富士山どうやら見えないっぽいですね。はい、で今ですね、時刻がもうちょっとね、5時になるんですね。前回利用した時はですね、このラウンジっていうのはなかったんですよね、去年の10月。その間に、今までの間にできたんですね、ラウンジ自体が。で、こう今もうそろそろ5時になるということなので、ラウンジの方にね行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。ラウンジ内はこんな感じとなっております。5時からのカクテルタイムです。それではね、今朝の11時なんですけども、そろそろチェックアウトしたいと思います。今回はですね、プラチナ会員だったんですが、ゴールデンウィークということでレイトチェックアウトは12時までとなりました。それではね、チェックアウトしたいと思います。はい、チェックアウトいたしました。今回はね、2泊宿泊させていただきましたけど、残念ながらね、ゴールデンウィークということで、アップグレードはいませんでした。で、まあ朝食とね、ランジは利用できたという形で、
終了ということで、またね、機会があったらぜひ宿泊してみたいと思います。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。